私は石丸伸二はこれで師匠を退きます。これからも困難はあります。しかし皆さんはきっとそれを乗り越えられます。安芸高田氏は皆さんにかかっています。この町の未来を頼みました。皆さんこんにちは。2024年6月6日、石丸市長の退任式が執り行われました。米村副市長、永井教育長からの石丸市長への感謝の言葉、そして最後の挨拶で思わず涙がこぼれる石丸市長、ぜひ最後までご覧ください。石丸市長の退任式を行います。一同ご礼。ご着席ください。それではここで退任される石丸市長からご挨拶をいただきます。市長ご登壇ください。市長の石丸伸二です。市内で挨拶をするときは毎回このフレーズで始めていましたが、これが最終回となります。今副市長と教育長から心温まる、心震える挨拶を頂戴しました。このお二人には言葉では表しきれないほどの感謝の思いを持っています。米村さんには私の右上として市役所内のマネジメントや対外的な調整を担っていただきました。県庁の職員としての経歴、そして庄原の副市長としての経験、それをお持ちの米村さんは行政の初心者である私にとって最高の相方でした。永井さんはまさに私の先生としてこの町の教育行政を率いていただきました。安芸高田市の子どもたちのために、安芸高田市の未来のために尽くしてきた永井初夫という熱い男を私は生涯忘れません。4年間本当にありがとうございました。市長として心残りはないですかという質問に対して、ないですと、一期4年間ではありませんと返してたんですが、そういえばありました。何かといえばお礼の挨拶です。市長会において本当にたくさんの方々と共に仕事をさせていただきました。そしてさまざまな取り組みを通してこの町の活力につなげることができたと感じています。しかし時間の都合もあってなかなかお礼の挨拶が叶いませんでした。なので職員の皆さんに最後の指示を出します。すべての関係者の皆様によろしくお礼を伝えておいてください。この一期4年間を振り返るととてつもない充実感を覚えます。
およそ安芸高田市長として4年でできることはすべてやりきったと思います。必要がないのに続けてしまっていたことをやめ、必要があるけど止まっていたことを進め、さらには新しいことを始めました。とりわけ喫緊の課題であった財政の健全化、数字にも明らかな通りかなり進めることができました。そんな状況ですが、安芸高田市の魅力としてサンフレ、神楽、毛利元就、例えばこの3つの軸、格段に強化できました。さらには未来への投資、主には教育分野へ資源の配分、相当に注力できました。具体的に言ってみれば、小中学校の給食費の無償化、年間1億円、学校用務員、そして給食の支援員を配置する年間3000万円、保育園、幼稚園においておむつなどのサブスクを導入する年間1000万円、年間200億円弱のこの小さな町の財政でなんとかやりくりをして次の世代へと向けることができました。しかし何よりも成果として感じるのは、この取り組みを職員の皆さんと実現できたという事実です。やってみたらできたでしょう。固定観念、既成概念にとらわれず改革を断行する、私が市長に就任してからずっと言ってきたことですが、見事に皆さんはやってのけました。組織の長としてこれほどに嬉しく誇らしいことはありません。本当にありがとうございました。皆さんに言葉を送りたいと思います。私たちは変われるし変えられる、すでに皆さんが知っている話です。どうかこれをこれからも忘れないでください。私は石丸伸二はこれで師匠を退きます。同様に誰もがずっと同じ場所にはいられません。だからこそ皆さんが次の世代へそのことを言ってあげてください。私から改めて言っておきましょう。これからも困難はあります。しかし皆さんはきっとそれを乗り越えられます。安芸高田市は皆さんにかかっています。この町の未来を頼みました。さあそれでは市民の皆さん、
メディアの皆さん、そして全国の皆さん、これからもどうかどうか安芸高田市にご期待ください。いかがでしたか。著作権上の観点から当動画では米村副市長、永井教育長の挨拶は割愛せざるを得ませんでしたが、お二人とも本当に心に響く素晴らしい送別の言葉を述べられていました。ぜひ概要欄から本家の動画でご確認ください。石丸市長のお二人への感謝の言葉からも非常に良好な関係を築けていたことが伺えました。もう間もなく市長の座を退き安芸高田市を離れる石丸市長ですが、この4年間を共に戦ってきた執行部の方たちならきっと未来を託せるはずです。実際石丸市長が市長を辞める決断をできた理由として、執行部の議会での対応を見て安心できたからだとおっしゃっていました。同日6月6日には熊高議員も市長選への立候補を表明しており、まだ誰が次期市長になるかはわからないものの、石丸市長が築いた4年間を引き継ぐ準備は万端のように思います。石丸市長が離れることでこれまでのように安芸高田市が注目されることはなくなるのかもしれませんが、石丸市長が蒔いた種を引き継いだ方たちがしっかり芽吹かせてくれることを願いましょう。今回の件について皆さんはどういった感想を持ちましたか。ぜひコメント欄でお聞かせください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。